ありがとうございます。自分の気持ち的になんか今回はちょっと楽しめたかなって思います。落ち着いてできました。はい、素直に嬉しい。まあ、新しいルックとか今考えてるところなので、ちょっとそれにワクワク、それが楽しみです。自分で作るのが、うん、全然自分と違う見せ方っていうかところで戦える人たちは素直になんか本当私も頑張ろうって思います。あ、でも本当にまさかグランプリだとは思わなかったんですけど、一番は相方にほとんどやってもらったのでそういう感謝してます。すごく1ヶ月間忙しい時もあったんですけど、こう2人だからできたっていう楽しさがたくさんあったのですごく良かったなって思います。今まで1ヶ月やってきたことをもう今日で全部出し切ろうっていう気持ちでやりました。そうですね、悔いの残らないようにやりきろうという気持ちでやりました。